最後にお会いしてからしばらく経つわね。おそらくあなたは全てを覚えてはいないでしょう。将軍の平和を守る侍無限様とその仲間たちの物語を。でも安心して、知っておくべきことは全てお話しして、あとは影に任せましょう。まずは仲間の紹介から始めましょう。私はアイコ、桜流の腕利きのくノ一、熟練の忍びであり変装の達人よ。かつて無限様が私に助けを求めて接触してきたの、喜んで力を貸すことにしたわ。将軍上様の存在を脅かす陰謀があり、その指導者は影様と呼ばれていた。まもなくして私たちの仲間は私を含めて5人の一団になったわ。強靭な侍であり私たちの指導者でもある無限様、戦場における武田さ、疑いの余地もない忠誠心を持つ彼は上様の信頼だけでなく私の心も掴んでいた。ハヤトさん、誇り高い腕の立つ伊賀の忍びよ。大阪の陣では無限様と助け合い、その後も信頼のおける友人となっていたわ。盗人のユキちゃんは彼女の年にしてはとても賢くて有能よ。ハヤトさんが中山道での任務中に偶然見つけた彼女はその奔放な才能を発揮してすぐに私たちの仲間となったわ。タクマ様、射撃の名手、老いてもなおその腕は確かよ。同じく大阪の熟練者で、死んだと思われていたけど影様の一味に捕らえられていたところを無限様と私が助け出したの。そして忘れちゃならないのが、タクマ様が可愛がっているお利口さんのクマね。私たちは影様の一団を倒すために共に戦った。密かに武器を作り、その君主の手助けをしていた藪大名の陰謀を暴いたわ。私たちは国中を恐怖と破壊の渦に巻き込んだ乙事大将との戦いに挑んだ。そして彼を裁きにかけた。一歩一歩影様を追い詰め、その土台を奪っていったわ。ついに影様の秘密のアジトを突き止めた私たちは旅の準備をし、名古屋の隠れ家に集まった。しかし最後の任務のために出発する準備をしていたその時、新たな脅威が我々を襲った。とても狡猾な敵、それは私自身の過去の影。これは知る者がほとんどいない物語、私が秘密にしてきたこと、伝説の将軍の刀たちの知られざる一生を。どうやら早く着いてしまったようね。まあいいわ、他のみんなが来るまで時間を潰すとしましょう。荷物を準備してしっかりと荷造りをしましょう。影様のアジトまでの道のりは長いわ。ハヤトさんに食べ物のことで文句を言われたくないわね。密かに無限様の装備、姿を隠しておくためにここに置いているのね。他の誰かと見間違えそうだわ。装身具、大したものじゃないわね。ユキちゃんとタクマ様の装具の数々、乙事を倒してから二人は本当に仲良くなったわ。日に日に疲れが増してくるわね。本当に不注意だったわ。誰にも知られてはいないみたい。特に無限様には。このまま秘密にしておくのが良さそうね。ああ、アイコ殿、無事に着いたようで何よりです。
あなたもね、無限様。どうかしましたか？少し具合が悪そうですな。何でもないですわ。私のことはどうぞご心配なさらず。ふん、準備よしと。他の方たちはまだ来ていないのかしら？外で待っております。迎えに行きましょうぞ。ええ、そうしましょう。いよいよこれで最後だな。そう、我々はついに敵と相まみえるのだ。この任務にはみんなで一緒にいられるかな？もちろんだ、ユキ殿。タクマ殿がその気になればの話ではあるが。無限殿、わしのことは心配せんでもよい。それはよかった。皆の衆、聞いてくだされ。乾杯をしようではないか。上様とその信頼する刀に、影様に終止符が打てるように。乾杯じゃ。乾杯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 。どうぞ続けてくだされ。お前さん方の粗末な計画は実に愉快じゃな。あなたはどういうことだ？そなたは。素晴らしい質問じゃな。愛子よ、そのものに教えて差し上げよ。このお方は千代夫人です。桜組の元棟梁です。私の師匠です。忘れてなかったか。それは嬉しいの。手助けしにここに来られたわけではないのでしょう？残念ながらそうではない、愛子よ。それどころかその逆じゃ。影様はお前さん方の邪魔にうんざりしておられる。我はそなたらを止めるために派遣されたのじゃ。実にがっかりしたぞ。ここでお前を見つけるなんぞ全く難しいことではなかったからな。からかうのはやめて、はっきりと申してくださらぬか。慌てるな。そなたらにも順番は巡ってくる。侍よ、その前にタクマとユキでよかったかの。そなたらには我らと共に来てもらおう。なんで？嫌だよ。ユキちゃん、落ち着くのじゃ。こっちじゃ。手間をかけさせるでない。残りのものは残念じゃが処刑させてもらうよ。さらばじゃ、愛子。もっと華やかな再会を望んでおったんじゃがの。私もです、先生。首を差し出せば君主は喜ぶであろう。最も優雅な小道具ね。移動中よ。落ち着け、集中だ。手裏剣が使える。音を立てるな。忍耐あるのみ。今すぐ何とかしなければ。無限様、まとめて切ってしまおう。お前たち隠れてないか。危なかった。とっととずらかろう。千代夫人は私たちをもてあそんでいるのよ。きっとこの隠れ家は包囲されているわ。ならば秘密の出口を使おうぞ。きっとこいつが役に立つと思ってたぜ。静かに。まだ安全とは言い切れないわ。おお、そなたの同志は姿を現さんの。そなたらの無能さには驚かされるの。きっともう死んでおるのであろう。さて、もし我がそなたの立場なら、同志を見つけるまで町中を探し回るがの。覚えておけ。もし影様が奴らの首を取れないのなら、代わりにお前の首を取ることになるぞ。
一体何を企んでおるのだ。どこに連れて行く気だ。尾行は無理だな。即興でやるしかない。千代夫人の部下の声に耳を澄まして、何かわかるかもしれないわ。そうだな、早速やってみようぞ。くぞ、水のように。どうやら本当に囲まれてしまった。たようだな。あの出口を作っておいてよかった。正面から出ていたら、千代夫人が影様に私たちの首を。差し出していたでしょうね。よし、降りよう。いつの日か屋上からの飛び降り方を教えてくだされ。あんたのその装備なら飛び。学んでも変わらんだろう。正面から出なくてよかったな。あのお方はどうやって我らを見つけたというのだ。この隠れ家を知っているのは上様の信頼できる忍びだけのはずだ。残念なことに、千代夫人はかつて上様が最も信頼していたくの市なのよ。どうする、井戸の中に入ってみるか。確か雪殿がその道を見つけたのでしたな。賢い子だ。姿を隠すためには泥の中を這うこともいとわない。俺が敵の気をそらす。手裏剣。いい腕ね、ハヤトさん。簡単だ。あんたもこれを使いこなせるようになって。そうね、後で教えてちょうだい。静かに。刀を使うか。奴らを見つけろ。静かに。個人的な恨みはない。奴らの死体を俺の前に。剣術。すぐにだ。音を立てるな。個人的な恨みはない。突入する。刃が血を欲しがっている。個人的な恨みはない。奴らを逃がすわけにはいかないのだ。分かっておるな。水のように動け。刀を使う。個人的な恨みはない。探せ、どこかに隠れているはずだ。突入する。扉に武器がまだ中にいるかもしれん。のように動け。静かに。突入する。首を取るまで帰らんぞ。
時間は無駄にしないわ。敵の視野に入らないように。情報を手に入れたぞ。どこかに集まり、今しがた聞いたことを話し合いましょうぞ。屋根に上がろう。あそこからなら見晴らしがいい。同感よ。計画実行中。奴らが姿を上様のために。撃ち殺せ。向かっている。これで鎧も貫抜ける。用心深くね。よく見ろ。奴らを侮るな。移動中よ。気づかれないままね。優雅な解決法ね。解を怠るな。神道を静かく。音を立てるな。静かに。何事も優美。ショーの始まり。終わらせてみせるわ。行くぞ。突入する。水のように動け。道がないぞ。音を立てるな。水のように動け。幼児隠れの術。静かに。手裏剣術。せいせいせい。風を切る。隅々まで探して、すべて。いただくぞ。奴らを見つけろ。静けさが私たちの味方。準備完了。突入する。手裏剣が使える。この死体を俺の前に並べろ。すぐにだ。そこには行けない。音を立てるな。ちょうだい。今は優位に立っているわ。計画実行中。奴らを逃がすわけにはいかないので。落ち着け。分かっておるな。集中だ。刃が血を欲しがっている。突入する。個人的な恨みはない。見て。準備はできておる。隠れていよう。探せ。どこかに隠れているはずだ。そこにいよう。見られないようにするのよ。静かに。水のように動け。まだ中にいるかもしれん。静かに。拙者の役目は明確だ。柔らかいお辞儀。静かに。音を立てるぞ。首を取るまで帰らんぞ。忍耐こそ最強の武器である。物音を立てずに動こう。忍耐だ。待っているぞ。目立たないようにしましょう。ああ、これが良い。姿を現したら撃ち殺せ。ここは険しすぎる。慎重に進もう。失敗はせぬ。気づかれないままね。終わらせてみせるわ。どうやらユキちゃんとタクマ様は港に連れて行かれたようね。じいさんがいる。あの外国船に乗せられたようだ。
ポルトガルの船だ。しかもかなり大きい。不思議ね。一体どんな陰謀に巻き込まれようとしてるのかしら。怒りを上げろ、大晴れ。じいさんを乗せた船が行っちまうぞ。ユキ殿は共に船に乗っていたのか。いたぞ。どうやら置き去りにされたようだ。おそらく千代夫人の部下が私たちを捕らえ損ねた時のためのおとりにするつもりなんでしょう。また不意打ちをしてくると。いずれにしても慎重に進むべきですわ。橋の上の検問所、港に行くにはここを通らなければならぬ。市場にはもっとたくさんの人がいる。町の半分を占領しているようだ。変装が役に立ちそうね。見過ぎの宿の友人が道具一式を用意してくれるでしょう。あるいは一馬大名のお屋敷を訪ねるのもいいかもしれないわ。奉公人が干す洗濯物を手に入れられるでしょう。ここにも我らの味方がいてよかった。いざ雪殿を救いに参ろう。愛子の昔の先生と対決することになったってことか。辛いけどそういうことみたい。なぜ影様と手を組むことになったのだろうか。仲間を救い出した。後にぜひとも答えてもらいたい疑問だわ。この間抜け、忍耐あるのみだ。忍耐だ。向かっている。扉に武器が。拙者はそんなに俊敏ではないぞ。立ち風。慎重に進もう。上様のために。家屋まで捜索しておる。奴らの傲慢さは限度を知らないのか。町の見張り場は何をしているんだ。全員が高級の有給休暇を楽しんでるんじゃないかしら。いずれ上様の耳に入るだ。鳥だ。あんたが酒瓶を持ってきていてよかったよ。大阪のあの日からこの酒瓶を手放したことなどないのだぞ。今回も俺たちに幸運をもたらしてくれることを期待しよう。殿、おい、扉を開けろ。
刀を使うとしよう。これには誰も抵抗できまい。任務の、うん、隠れていよう。数よりも腕だ。突入する。音を立てるな。行き道がないぞ。水のように動け。栄光が待っておるぞ。物音を立てずに動こう。そこにいよう。失敗はせぬ。もしお前があのクズと向かっているのを見つけたら、大と小を切り落としてやる。お役人様、決して裏切るようなことはありません。引退だ。いつでも準備はできない。静かに。それで千代夫人も変装が得意なの？ええ、私なんて足元にも及ばないわ。実際、今の私が千代夫人の変装だったとしてもあなたは気づかないでしょうね。なるほど、そいつは面白いな。何か不審な点があるのか、すぐに拙者に報告するのか。はい、もちろんでございます。お役人様、目を光らせておきます。音を立てるな。道がないぞ。手裏剣術、突入する。手裏剣を使おう。水のように動け。待っても無駄だな。突入する。行き道がないぞ。剣術。協力すれば影様がたっぷりと報いてくれるから。できる限りのご協力をさせていただきます。静かに。黒闇に隠れているのか。刃が血を欲しく。おいお前。今のは聞かた。個人的な恨みはない。刀を使うか。個人的な恨みはない。静かに。突入する。剣を使おう。行き道がないぞ。便利だ。水のように動け。協力すれば影様がたっぷりと報いてくれるだろう。できる限りのご協力をさせていただきます。静かに。剣術。水のように動け。
刃が血を欲しがっている。覚えておくぞ、三人の危険な暗殺者だぞ。何事も優美に計画。ショーの幕開けね。優雅な着地ね。死ぬにはちょうどいい日かもしれない。今は優位に立っているわ。道がないの。準備完了。用心深くね。気づかれないよ。落ち着け。戦術中だ。静かに。個人的な恨みはない。お前があのクズどもをかくまっているのを。赤い葉、そして朝の切り落としてやるからな。めっそうもない、お役人様。静かに。私、優雅な解決法ね。いつでも準備はできているわよ。仕事だ。突入する。見られないようにするのよ。敵の視野に入らないように。密かに。待っても無駄だな。何か不審な点があればすぐに拙者に報告する。刀を使うか。柔らかいおじぎ。表示ね。終わった。いつでも準備はできている。突入する。協力する。影様がたっぷりと報いてくれる。できる限りのご協力をさせていただきます。拙者の役目は明確だ。物音を立てずに動こう。ああ、酒だ。おとりは上様のための刃だ。酒かよ。一杯どうだ、友よ。失敗はせぬ。覚えておく。隠れていよう。報告するのだ。今のところは見かけておりません、お役人様。忍耐だ。一撃。名誉と共に死ねたのだ、上様のために。待っているぞ。出な。水のように動け。行き道がないぞ。刃が血を欲しがっている。そこには行けない。道がないぞ。静かに。行き道がないぞ。刀を使うか。音を立てるな。
突入する。静かに。ああ、これが良い。向かっている。任務のためだ。数よりも腕だ。手裏剣を使おう。せっ、やっ、レン、音を立てるな。剣術。個人的な恨みはない。水のように動け。忍耐あるのみだ。向かっている。刀を使うとしよう。こんなのある敵だった。忍耐だ。時間は無駄にしないわ。移動中よ。いけないわね。気づかれないままね。これで十分ね。変装することに飽きたことはないのか。不思議なんだけど、忍びの多くは変装することの重要性を知っているわ。ハヤトさんは違うのかしら。何のために変装する必要がある。茂みの中に隠れることができるのに、なぜわざわざ変装して危険を犯すんだ。私たちの違いにはいつも驚かされるわね。好きなだけ時間を。警官だ。奴らを捕らえて。優雅な解決法ね。終わらせてみせる。我が刃は鋭い。音を立てるな。静かに。そこにはいけない。何事。私の言葉がかっこめ。神道滅却。何事だ。突入する。質問があるの。道がないぞ。水のように動け。それで。ああ、そういえば。なんだ、俺は忙しいんだ。手裏剣がついて、狙いは外さない。雪道がないぞ。そうなんだ。なんだ。突然頂戴する。水のように動け。もう一つ質問、いいかしら。手短になる。音を立てるな。手裏剣。いや、風を切る。目立たなかった。単なる部屋ペなんてやつ。お見事ですな。ただの髪留めで殺すこと、千代夫人が花学園で教えてくださったことの一つです。何事も上品にですか。それが私たちの心情でした。幕開けね。行くぞ。水のように動け。いつでも準備。敵の視野に入らないように。くそ。千代夫人は特にくの位置に注意するよう。何事も優美。刺客たちは非常に慣れ中だ。
中央広場ね。変装しておいてよかったわ。有利に働きそうね。明確だ。奴らを捕らえて首を差し出せ。機は熟した。失敗はせぬ。奴らはどこから来るかわからんと。茂みの中に隠れたり、任務のためだ。を這い回ったり。慎重に進もう。隊から離れるな。見られないようにするのよ。表現力にはごめんね。油断してはならぬ酒だ。いいかしら。もったいないな。こんなとこに落ちる。もっと聞かせてよ。これには誰も抵抗できまい。隠れていよう。あと、もう一つ聞いてる。上様のために物音を立てずに動こう。そうなの。時間は無駄にしない。ありがとう。さよなら。言ってくれた。ショーの始まり。あやつはおっこと大名の首を取った男だぞ。仕事だ。我らは数では勝っておるが、家臣は禁物だ。静かに。突入する。相手には忍びがいることを忘れるな。あの卑劣なクズどもに音を立てるな。名誉の精神などない。水のように動け。有利に働きそうね。この任務を軽く見てはいかん。刺客たちは非常に危険な連中だ。あっ、あっ、突入する。時間は無駄にしない。会話術って。ねえあなた、かんざしよ。我が刃は、刃が血を欲しがっている。音を立てるな。そりゃだ。ああ、そういえば。何事だ。刀を使うか。もっと聞かせてよ。ご剣術。何事も優美。ありがとうね。信じられんな。簡単に隠れられるわ。いつでも準備はできている。中に隠れたり、闇の中を這い回ったり。水のように動け。はい、あの侍の相手には忍びがいることを忘れるな。あの卑劣なクズどもに名誉の精神などない。突入する。水のように動け。立てるな。いつでも準備はできているわ。ごめんね。落ち着け。集中だ。こんなこと聞くのも恥ずかしいんだけど。片付け。静か。玉と鉄の刃を食らわせてやるのだ。うちらだ。剣術。知らなかったわ。あ、何でしょう。静かに。言われてみれば、もう一つ聞いていい。音を立てるよう申されていた。あの女の色仕掛けに引っかかるなよ。突入する。あら、そうなの。水のように動け。もう一つ質問。幼児がくれの術。柔らかありがち。さよ、静かな意思表示。ショーの始まりね。
計画実行中。千代夫人のご命令は神道滅却。奴らを捕らえて首を差し出せ。音を立てるぞ。目立たないようにしましょう。ごめんなさい。仕事だ。静かに。質問いいかしら。どこから来るかわからんと。茂みの中に隠れたり、藪の中を這い回る。音を立てるな。それで？刃が血を欲しがっている。突入する。音を立てるな。もう一つ質問いいかしら。私の何か襲われると思え。密かに。ああ、これが良い。侍を見くびる。物音を立てずに動こう。やつは乙事大名の首を取った男だぞ。おとりだ、大と小。行人深くなるヘアピンね。優雅な死。機は熟した。任務の。静けさが私たちの味方よ。移動中よ。行くぞ。静かに。水のように動け。音を立てるな。何のために武装した衛兵が。静かに。捕虜になってたのはただの老人と子供だった。我が命、上様に捧げようぞ。すまぬ。いい酒だ、忍耐だ。もったいないな、立ち風。これには誰も抵抗できまい。そこにいよう。計画実行中。前方に荷馬車が見えるわ。道と橋は侍が護衛をしているわ。変装していても慎重に進まないと。心配ご無用。拙者の剣にお任せあれ。栄光が待っておるぞ。隠れていよう。忍耐だ。今は優位。表現力には自信がある。ねえあなた、機は熟した。こんなこと聞くのも恥ずかしいんだけど。いい酒だ。もったいないな。これには誰も手立ち風。何だ。捕虜になってたのはただの老人と子供だったわよ。小さな町のたった二人が犯罪者のせいで。それで物音を立てずに動こう。何でしょう。があるんじゃないのかね。風切り。考えすぎだよ。そうなの。の衛兵を最後に見たのはいつだった。慎重に進もう。失敗はせぬ。上様のために。行くぞ。行き道がないぞ。突入する。衛兵のどの顔も。
今まで見たことがないね。静かに。いつでも準備はできているわ。来てるだけなんじゃないのかい。忍耐あるのみだ。そこにいよう。向かっている。物音を立てずに動こう。間違いなくおかしいわよ。静かにしとくれ。上様のために。私は巻き込まれたくなんかないよ。好奇心で失敗はせぬ。任上様のための刃だ。名誉と共に死ねたのだ。慎重に進もう。そこにいよう。私のたった二人が犯罪者のせいでこんな大騒ぎになってんのか。忍耐だ。隠れていよう。静けさが優雅な解決法ね。ちょっと考えすぎだよ。そう思うか。この幕開けね。こんなにたくさんの衛兵を最後に見たのはいつだった。ショーの始まりね。密かに。会話術ってやつよ。ここ衛兵のどの顔もごめんね。今まで見たことがないね。何かご用でも。だから質問があるの。幕府の特別な命令で来てるだけなんじゃないのかい。それは聞いたことがあるな。ああ、そういえば簡単に隠れられるわ。死ぬには刀を使うかもしれん。大と小。知らなかったわ。一撃。なんでしょう。間違いなく向かっている。静かに。なんであれ。このある敵だった。もう一つ聞いていい。大きいって何かご用でもか。慎重に進もう。任務の。知らなかったわ。そうなの。なんでだろう。捕虜になってたのはただの老人と子供だったの。小さな町のたった二人の犯罪者のせいでこんな騒ぎ。もっと聞かせてよ。拙者では届かない。上様の。拙者はそんなに俊敏ではないぞ。そういえばここは険しすぎる。引退だ。拙者では届かない。裏があるんじゃないのかね。隠れていよう。考えすぎだよ。もう一つ質問いいかしら。この町でこの衛兵を最後に見たのはいつだった。物音を立てずに動こう。なんて嬉しいの。好奇心ってものがわかねえのか。おとりだ。それで。おとりは設置した。大将。何のためにもっと聞かせて。衛兵が必要だったのかね。なんでだろう。これはなんだ。捕虜になってた。一杯どうだ、友よ。これには誰も抵抗できまい。知らなかったわ。こんな大騒ぎになった。向かって。もう一つ聞いていい。隠れていよう。何か裏があるんじゃないのかね。ちょっとそうなの。考えすぎだよ。なんだ。そう思うか。いつでも準備はできているわよ。なんて優しいの。密かに。気にかけるな。好きなだけじゃ。
時間をかけて調べ上げてやる。言われてみれば、ここにいる衛兵のどの顔も今まで…機は熟した。だからなんだってない。幕府の特別な…拙者では届かない。ポルトガルの船はすでに地平線を越えている。タクマ殿を一体どこに連れて行くというのであろう。手がかりがなければ簡単には見つけられないだろうな。ユキちゃんが何かを聞いていることを期待しましょう。時間は無駄にしないわ。表現力には自信があるわ。静かにしとくれ。ごめんなさい。私は巻き込まれ、栄光が待っておるぞ。質問いいかしら。わかねえのか。うん、そういえば、ああ酒だ。もったいないな。酒かよ。一杯どうだ友よ。これには誰も、上様のための刃だ。それで何か御用でも。最後はあっけなかったな。物音を立てずに動こう。いいかしら。何でしょう。そこにいよう。静けさが私たちの あ, ありがとうね、うん、仕事しないとな。何か裏があるんじゃないのかね。ちょっとそこには行けないわ。次だよ。移動中よ。橋から投げ落とすからな。こんなにたくさんの衛兵を最後に見たのはいつだった。準備はできておる。上様のために。言われてみればここにいる衛兵のどの顔も今まで見たことがないね。だからなんだってんだい。幕府の特別な命令で来て。柔らかい話術ってやつ。ごめん、静かな意思表示ね。見たことがあるな。こんなこと聞くのも恥ずかしいんだけど。ああ拙者のとっくり。おとりは設置した。立ち。もっと聞かせてよ。一杯どうだ友よ。もったいないだろう。これは間違いなくおかしいわよ。静かにしとくれ。失敗は…やろう。何事だ。止まりたくなんかないよ。わかんないのか。知らなかった。なんだ、拙者の許可なくしては。今は優位にしている。一つ上にありとて一滴の血。何のために武装した衛兵が必要だったのかね。なんでだ。共に戦うから強くなれ。向かっている。小さな町の二人が犯罪者のせいで物音を立てずに動こう。赤い葉、そして朝の雪。敵の視野に入らないように。行くぞ。水のように動け。静かに。忍耐こそ最強の武器である。ちょっと考えすぎだよ。そう思うか。たくさんの衛兵を最後に見たのはいつだ。行人深くね。ショーの始まりね。待っても無駄だな。言われてみれば、ここにいる衛兵のどの顔も今まで見たことがないね。音を立てるな。だからなんだってんだい。幕府の特別な命令で突入する。俺が泳いで行ってどこに通じてるのか見てこよう。いいだろう。港の塀の中で合流するとしよう。静かに。水のように。あそこが港か。近いな。また奇襲攻撃があるかもしれないと思いますか。可能性はあるわね。千代夫人の企てることに偶然が絡むことなんてまずありえないもの。難題だな。気に入った。拙者の許可なくして目つぶ一粒たりとて。ここを通さんぞ。お前にまで生きていられるのは千代夫人のおかげだ。
剣術あらゆるものを疑う、この牛でさえも、そこには行けない。突入する。音を立てるな。刃が血を欲しがって、行き道がないぞ。道がないぞ。これが良い。慎重に進もう。これは間違いなくおかしいわよ。失敗はせぬ。にしとくれ。一体何であれ、私は巻き込まれたくない。風切り。ここを通らねばなら。あかねのか。よーく見張ってろよ。仕事だ。ピストルが使える。我が命、上様に捧げようと。熱が一粒たりとて、ここを通さんぞ。我が刃はどうするな。人たりとも生かしておけん。上様のために。いつでも準備はできているわよ。終わらせてみせるわ。そう思うか。幕開けね。準備はできておる。向かっている。そこにいよう。引退だ。任務のためだ。物音を立てずに動こう。数よりも腕だ。突入する。静かに。水のように動け。音を立てるな。道がないぞ。死ぬにはちょうどいい刺激。いつでも準備はできている。これが良い。隠れていよう。
忍耐あるのみだ。水のように動け。柔らかい音、静かな意思表示ね。行くぞ。静かに。今のところ待ち伏せはないな。そなたの先生がユキ殿をおとりにしているとまだそう考えられますか？そうでなければもっと深い企みがあるはずよ。警戒を怠ってはいけないわ。音を立てるな。木は熟した。慎重に進む。大将、移動中よ。落ち着け。集中だな。水のように動け。共に戦うから強くなれる。目立たないようにしましょう。いつでも準備はできているわよ。敵の視野に入らない。準備はできておる。慎重に進む。どうしよう。向かって大と勝。手裏剣が使え。拙者が最も命を奪える技だ。もう二度と会えんだろう。油断してはならぬ。いただくぞ。隠れていよう。準備完了。ああ、これが良い。失敗はせぬ。仕事だ。時間は無駄にしないな。解決法ね。仲間はみんなもう死んでおる。密かに。私の言葉が彼らの目。単なるヘアピンね。ごめんなさい。なんてやつ。幕開けね。数よりも腕だ。拙者の役目は明確だ。そこにいよう。夫人がお前をどうするつもりなのかわからんが、拙者は待つことができる。見られないようにするのよ。ごめんね。忍耐あるのみだ。忍耐だ。質問いいかしら。物音を立てずに動こう。もっと聞かせてよ。
何事だ。任務のためだ。上様のために。知らなかったわ。いい酒だ。なんだ。おとりは一撃、うん、酒かよ。これには誰も抵抗できまい。ええ、それで。なんだ、うん、言わせるんだ。引退だ。そういえば手短にな。静けさ、簡単に隠れてありがたよ。さよなら。時間の無駄だ。うん、うん、会話術。ねえ、あなた、かんざしよ。優雅な死。お前の手足を切り落とす。ショーの始まりね。忍耐こそ最強の武器である。任務のためだ。刀を使うとしよう。名誉と共に死ねたのだ。上様のために。待っても無駄だな。突入する。音を立てるな。水のように動け。静かに。用心深くね。移動中よ。気づかれないままね。お前がまだ生きていられるのは表現力には自信。ごめんなさい。行くぞ。質問があるの。もう一つ聞いていい？何かご用でも。うんうん。突入。もう一つ質問いいかしら。じいさんが恋しいか。あら、そうなの。音を立てるな。知らなかったわ。あ、なんでしょう。水のように突入する。ええ、それで。静かに。赤い歯、そして何か優しいな。計画実行中。我が刃は鋭い。今のは何だ。お前の名前は何だ。何でもないな。はっ。ええ、それで。水のように動け。でもどうやって。気を散らしちゃいかん。そう。あら、そうなの。何かご用でも。いいか小娘、お前の仲間は皆もう死んでおる、うん、もっと聞かせてよ。静かに。もう一つ聞いていい？なんだ？そうだね。あ、そういえば。あ、なんでしょう？はっ！そこで眠っていろ。あら、そうなの。音を立てるな。それで。何かご用でも。何事も言う。優しいの。気にしないでください。うん、
ショーの始まりね。終わらせてみせるわ。私のねえ、あなた、忍耐こそ最強の武器で。ああ、もったいないな。柔らかい。ありがとう。静かな意思表示しないとな。死ぬにはちょうどいい日かもしれない。一杯拙者では、力上様のための刃だ。隠れていよう。失敗はせぬ。いつでも準備はできているわよ。優雅な解決法ね。移動中よ。もう逃げられんからね。会話術ってやつよ。ごめんね。栄光が待っておるぞ。質問いいかしら。目立たないようにしましょう。ああ、わかった。敵の視野に入らないように。待っているぞ。水のように動け。お前の手足を切り落とすのも、もはや時間の問題だ。静かに。刀を使うか。個人的な恨みはない。水のように動け。突入する。突入する。準備はできて。物音を立てずに動こう。ああ、酒だ。お前は今頃すでに。おとりは設置した。神道滅却。忍耐あるのみだ。立ち風。なんだ。酒かよ。これには誰も抵抗できまい。銀を持ってったら、何人たりとも生かしておけん。任務のためだ。お前がまだ生きていられるのは、千代夫人のおかげだ。そこにいよう。静けさが私たちの中ままね。水のように動け。そうだな。剣術。個人的な恨みはない。音を立てるな。突入する。静かに。今は優位に立っているわ。計画実行中。幕開けね。終わらせてみせるわ。共に戦うから強くなれる。慎重に進もう。見られないようにするのよ。表現力にはねえ、あなた、拙者の役目は明確だ。聞くのも恥ずかしいんだけど。一撃。骨のある敵だった。いいかしら。慎重に進もう。
知らなかったわ。何かご用でも。上様のための刃だ。用心深く。簡単に隠れられるわ。なんだ。いけないわね。優雅な。ゼクテしばらくの間、そこに。油断してはならぬ。上様のためにだ。柔らかい蝶の始まりね。静かな意思表示ね。我が命、上様に捧げようぞ。物音を立てずに一撃。かねえ、シロコ娘、もう逃げられんからね。任務のために死んでもらう。慎重に進もう。いつでも準備はできるのように動け。目立たないようにしましょう。静けさが私たちの味方よ。お前の手を信じようとする。もはや時間の問題だ。気づかれないままね。落ち着け。集中だ。音を立てるな。機は熟した。失敗はせぬ。いい酒だ。拙者のやり方ならお前は今頃すでに海の底だろう。もったいないな。刀を使うとしよう。一杯どうだ、友よ。忍耐だ、最後はあっけなかったな。何事も優美。数よりも腕だ。まだ生きていられるのは千代夫人のおかげで。突入する。準備はできておる。仕事だ。準備完了。弾は込めた。じいさんが恋しいか。拙者の役目は明確だ。大将。最後は挑戦中。拙者が最も命を奪える技だ。心配するな。助けに来た。移動中よ。もう大丈夫よ。たくま先生が、あいつらが先生を大きな船に乗せて。落ち着いて、ゆきちゃん。まずは安全なところに行きましょう。北門へ。そこから出られるはずだ。ゆっくりと差し足。待ち伏せがないなんて意外だけど、でも素直に喜ぶべきね。船を見た。すっごく大きかった。その船に琢磨先生が連れて行かれたの。まことか、ユキ殿。あの船がどこに向かっているのか心当たりはあるか。そうだ、愛子さんの昔の先生が言ってた。軍と。そう、それ鳥羽の海岸線にある島々だな。以前から密輸が疑われていた場所だ。じゃあそこに向かうのか。上様のご命令は。
我らは拓磨殿に借りがある。すべての責任は拙者が負う。それにもし千代夫人が本当に影様と結託しているのであれば、その決着をつけるのが私たちの義務。私の義務。